はい、それではですね、このチューリップ展からですね、離れてですね、ここをちょっとね、ついでですからね、一周してみようと思います。まあ、こっち側にもやっぱりチューリップがずっと並べてありますね。はっきりわからないと思うんですけど、私のもうね、影がね、映るようになってきた。結構もう時間が過ぎましたね。次はですね、桜のあの広場に行ってみましょうかね。ですね、この階段は100段あります。体力に自信のない方は、迂回路をご利用ください。ちゅうけど、いや、迂回路はわずで遠い。ここ行ってみますね。体力に自信はないけど、迂回路をずーっと回るっちゅうで、それだけのね、あれはない。はい、たまにはね、後ろを向きながらね、後ろを向きながらってカメラは後ろを向いてるんですけどね、私は前を向いてますよ。はい、また戻します。そんなに急な階段じゃないんですけどね、ただこの階段を登った先に何があったっけと思って、桜の広場だったら嬉しいんですけどね。あら、たこ普通に歩いてるんですけどね、こいでもこげな調子ですが、よいしょ、あ、じゃった、桜の彦だ。はいはい、ちょっと待ってくださいね。はい、よかったですがよ、ここでした。はい、ここ左パン、いや右パンしますね。ずーっとぐーっとこう来ますね。はい、アングル変えます。はい。ちょっとこれ下に下ろしますね。すぐね、右の方にね、あれがいる。メジロがいる。近づいていくと逃げるから、ここで待ってましょうかね。葉っぱが揺れてるでしょ？いや、花が。あそこにね、いるんだけどね。いるんだけど。動いていますかね、やっぱりね。はい、動いています。飛び立つかもしれないですけどね。あ、ほら、向こうに。見えるでしょ。ああ、こういう時は望遠が欲しいな。ああ、泣いてますね。ゆっくり行きましょうかね。はい、アングル変えます。はい。どうですかね、黄色い花をバックに。これはアカシアって言われましたよね、確かね。あ、ですよ、アカシアって書いてある。これもいいですね。ここのすぐ横のあれは、まだほら、桜のつぼみが何遍か開いただけだけど、種類が違うのかもしれませんね。あ、このアカシアの花もあれですよ。こう、どうだろう、ピンと上がってくれればいいけどね。
はい、向こうにね、それからほら、さっきのメジロがいますから。まあちょっとね、カメラワークがあんまりうまくないけど、楽しんでくださいね。あ、結構いますよ。10羽ぐらいいる。全部入れたらね。これは、望遠付きのカメラだな。来てますでしょう、ちょうど上の方に。生まれたばっかしじゃない、こう羽を震わしてる。あれなんか、子供じゃないですかね。はい。おなじみのアングル。いいですね、黄色とね、ピンクの。取り合わせ。少しね、日が陰ってるんだろうけど、案外こういう薄日の方が似合うんじゃないですかね。桜。あんまパーンという太陽よりもですよ。これぐらいがいいのかもしれませんね。はい、移動しますね。さっきバスで通ったところはどこだったっけ？ああ、この下だ、この下だ。この下にですね、見えますかね？見えてきましたかね？このほら、桜の、木の向こうの方に、ポピーが見えてくるはずですけどね。あ、いいですね、このアングルっていうか、このコースはね。ちょっとね、画面を見れないんだけど、なんかこういうのっていいんじゃないかなっていう。松林でしょう。七丁点五線といかんとですかね。はい。あ、いいかも、いいかも。ちょっと後ろ振り向いてみましょうかね。はい、これがね、さっき降りてきたとこですね。こいからずーっと右に振りますよ、カメラをね。はい、でしたでした、ここだった。さっきはね、さっきのバスの方向から見た方がいいかも。ちょっと桜の木の向こうから撮りますからね。さっきはですね、こんな風にね、まあ高い位置からね、ここをこう見下ろす形だったんですよ。こんな感じね。やっぱいいですよ、こっちからほらほら。ほんで思ったわけ、車の中からね、こういうアングルで撮ったらどうけと思って。もしくはね、こんな感じ。まあ、ピントが合ってればですけどね。で、ここからこう行って、上から覗くと。こんな感じですね。で、左に行って、ここの桜の間を通って、ずーっとポピーの方に近づいていくと。こんな感じですね。で、こうして右にこう見るとですね、開聞岳が見えるわけですよ。で、そっちの右の方にはね、桜。ここでね、もう少しね、観客がいたらいいんですけどね、アングル変えます。これね、今ね、画面が見えてない状態なんですけどね、ちょっとね、左振ってみますからね。撮影になるんですけど、ちょっと右に振ってみますからね。はい、ということでですね、この動画はこの辺りでお開きになります。ありがとうございました。